はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのは信長の予防創造パープキット、伊達政宗でのプレイ続きをプレイしていきたいと思います。前回までの状況ですね、簡単におさらいしておきたいと思いますが、宿敵アシナを破った伊達政宗ですが、現在は、関東で北条と佐竹、さらに越後で上杉ということで、3つの大名家を敵に回しているという状況です。で、裏で徳川に、同盟を結ぶための工作をしていると。さらに現在停戦中の最上にも、さらに停戦期間を延長するために工作を行っているという状況です。で、今ですね、関東は北条と佐竹二正面戦争を強いられていますので、まずは佐竹をね、先に潰しておきたいと思いますので、戦力を佐竹方面に集中的に振り向けていきたいと思います。それでは続きを見ていきましょう。で、今北条がですね、この唐沢山城に攻め込んできていますね。ちょっとここを守りきるのは難しいかな。唐沢山城の疾患は免れられそうにないですね。敵の部隊が多い。で、北条がね、この本拠地、米沢近辺に進出してくる恐れがありますので、修復で、この米沢近辺の城は強化しておきましょう。さらに内政もね、しっかりやっておきたいと思います。で、政宗の米沢城が2000しか兵がまだいないか、これではちょっと攻めれないですね。ただ攻略の指示は出しておきたいと思いますので、まず、北は当家に兵を派遣で、伊達重さんですねの方にはこの太田城攻めに入ってもらいましょう。原田も佐竹攻め、ちょっと北条とね、二正面戦争難しいので、あくまでも先に佐竹を潰して、佐竹を潰したら残りの部隊で、北条に敵に城を奪われました。お味方が捕獲されました。返していきたいと思います。唐沢山城は失冠。先月の収支です。そうなるとやっぱりこの佐竹を一刻も早く潰しておきたい。この太田城は落とすの時間の問題ですね。落ちましたね、太田城。そしたら太田城が落ちたらですね、続いて残りの城2つ、石岡城と小田城、ここもね、攻めておきたいと思います。進行の指示を出しましょう。出陣するぞ。これで佐竹を滅ぼせば北条に関東は集中できますね。必ずや勝つ。何としても佐竹を滅ぼして戦力を、関東方面は北条、そして越後方面にも余剰した戦力を持って対していきたいと思いますので、そのあたりをね、やっていきたいと思います。で、内政は例によってちゃちゃっとやってしまって、武将がいないところが、さっき取った太田城に人を入れておきましょう。どこに人がいっぱい余ってるかというと、米沢に10人ぐらいいましたよね。9人か。じゃあ米沢から人を1人出しましょう。で、この佐竹の最前線の城ですね。我が戦
お見せしましょう。始めるぞ。敵将捕獲しました。行きます。で、行状を始めましょう。軍団で今いたします。どこにも所属していない城があると言っていたけど、それがどこなんだ。そんな城見当たらないけどな。どこが配属されてない城があるというんだ。ないですね。ない、そんな城はない。あ、ここだな。であれば、ここに人を入れて、ここも軍団の配下に組み入れましょう。軍団もね、ちょっと再編成はした方がいいかなとは思うんですけど、ちょっとまだその時期じゃないか。そしてあそこは組み入れられないですね。であればもう潰してしまいましょう。それが一番手っ取り早い。でこいつは従属。これでいいでしょ。で佐竹を滅ぼしてしまえば軍団の再編成を行っていきたいと思います。出陣する。いざ参ろう。お、敵が5400か。ちょっとこれはしのぎたいな。というわけで、政宗3300を祇園城に差し向けましょう。ここは失冠するわけにいかないですからね。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。さらに足りない可能性があるので、黒川城からも人を出しましょう。さらに北条に攻め込まれるとかなり厳しくなるので、さっさと佐竹を潰してほしいんだけどな。ちょっと苦戦中ですね。我が方の城、間に合わないかな。ご命令ください。報告いたします。政宗が今どこまで来てる。ここか。ちょっと時間かかるな。耐久が2500。厳しいかもしれない。間に合ってくれ。間に合いそうですね。いざ参ろう。いざ参ろう。我が戦お見せしましょう。我が戦ご覧に入れよう。よし、なんとか守りきったので、しばらくあそこに部隊を駐留させましょう。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。でその間に佐竹を潰してくれれば、というか佐竹は潰れるな、これは。であれば政宗は騎乗させて対北条戦線に備えておきましょう。で最前線に武将がいないので武将を配置します。ちょっと待って待って待って、まだ諦めてないのね北条は。だったらまずいな。家を戻さないと。で織田城を潰して佐竹が滅びましたね。捕獲したぞ。いやー、敵がどんどん攻めてくるな。止まれ。行状を始めましょう。報告いたします。そしたら一旦ですね、軍団をすべて解散して再編成していきましょう。
で、まずは一番北ですね。まあ、ここはね、もうそんなに兵を割く必要もないし、武将の数も必要ないと思うので、まあ、一個大きいのをドーンと作っておきましょう。これを誰に任せるかというと、ここもそんなに優秀なね、武将をあまり配置しておく必要はないので、まあ、適当にというとこですね。で、ここはですね、まあ、北条には届かないものの、まあ、上杉への備えというのを、まあ、担ってもらうことになりますんで、まあ、ある程度の城の数を用意して、これを、片倉北に任せます。これは、上杉勢への備えと、あるいは上杉攻めの部隊というところになります。うん、まあいいかな。本拠地は、ここにして、大名直轄を増やしすぎると結構面倒なので、自分でいろいろやったりするのは。で、対北条への最前線になるところがここですね。ここを誰に任せるか。白石に任せますか。で、もう一つの最前線、北条ですね。対北条と最前線ですね。ちょっと軍団に配属している城の数が少ないので、大部隊を動かせるっていうわけではなさそうなんですが、まあその分は大名直轄部隊とかから人を出したりしながらやりくりしていくしかないですね。で、攻略目標を決めていきます。もちろん関東方面の北条です。ここはで、さらには上杉、ここも上杉、まあ、できるだけ早く上杉を次はね潰してしまうのがいいかなと思うんで、よし、これでいいですか。まずはここ祇園が抑えられるかどうかですね。このままいくと祇園が失陥する恐れがありますね。各方面から敵が攻めてきてるな。ご命令ください。先月の終始です。どうやら守りきったみたいですね。そしたら兵の補充のために大名直轄部隊から出てきている兵を一旦引きましょう。で、佐竹が配下が小高城に入るようなので、これを接収します。さらに唐沢山城の攻防戦ですね。今度は逆にこちらが攻めているという状況です。ご命令ください。報告いたします。で、上杉勢がいつ攻めてきてもおかしくない状況ではあるので、まあ、上杉勢の備えですね。そして上杉攻めを始めてるな、ここの部隊が。であれば政宗が帰還したら大名直轄からも上杉攻めに入りましょう。唐沢山城を落としましたね。敵将捕らえたり。で、ここで何かシナリオが進みそうです。これは秀長が死ぬのかな。見ていきましょう。
豊臣家の数少ない一門衆として兄を支え、大車輪の働きをしてきた豊臣秀長。その負担は徐々に彼の体を蝕み、やがて死の床へと誘った。秀長しっかりせい、今お前が死んでどうする、と秀吉ですね。この豊臣秀長なんですが、相当な人物だったというふうに言われているようです。秀吉の数少ない、肉親の一人ということでかなり重用されたようなんですけど、最後の方は大和に百数十万石を与えられて大大名になってですね、まさに秀吉を支えたというふうに言われています。でこの秀長が死んでしまったことによって、もともと一門衆が少なかった豊臣秀吉、子飼いの武将なんかをね、いろいろ集めていたようなんですが、その武将たちがいざこざを起こして後の関ヶ原を起こしたと。この秀長が存命、あるいはもうちょっと長く生きていたら、もしかしたらね、そういったごたごたがなかった、あるいは小さく済んだのかなとも言われているそうです。というわけでここで、秀長が死にましたというとこですね。貴重な一門衆として、そして天下に並びなき宰相として、豊臣のために力を尽くした秀長の死は、豊臣政権の行く末と孤独な天下人秀吉の心に大きな影を落とすことになるのであったということですね。さあ、先生の方に戻っていきましょう。ご命令ください。報告いたします。元宮城は最前線になることはないと思うので、回収は必要ないでしょうと。今ね、小十郎から進言がありましたが、出陣します。そしたらですね、部隊を出していきましょう。ちょっとまだ政宗、兵が回復してないですけど、ちょっとね、足がかりはつけておきたいので部隊を派遣していきましょう。かしこまりました。出陣する。黒川城は人が出せるほど部隊が揃ってないですね。出陣するぞ。で、一方の関東は唐沢山城を取り戻していますので、ここを拠点に対北条の最前線というところですね。で北は、ここは落とせそうですね、鳩家。さあ、それでは対上杉戦線、続きを見ていきましょう。いざ参ろう。出るぞ。兵が集結してきたので、平林城に向けて、部隊を進軍させます。承知しました。我が道を開けよ敵将。圧倒家が滅びたので、これでまた武将を補充します。でさらに5詰めの部隊も出していきましょう。1700と決して多くはないですけどね、重要な戦力です。承知いたしました。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。で、最上とはどうなってるか。最上とは停戦が残り2ヶ月で信用が55、家康は信用が17というところですね。であればこのまま信用を上げる工作は続けましょう。
平林城を今囲んでるので、この平林城を落としたら、平林城落としましたね。平林城を落としたら、さらに上杉領へと進行していきます。城をもうちょっと落としてしまえば、ここにもう一個対上杉の最前線の軍団を作れるので、上杉攻めを任せることができますね。出るとするか。行状を始めましょう。報告いたします。お、こっちの部隊も上杉を攻めてるな。出陣する。貴様など俺の敵ではない。お詰めの部隊が来ているか。行状を始めましょう。報告いたします。ただこの辺りもうまくすれば、逆に敵の戦力を減らして次の城攻めとつなげられるかもしれない。北条戦線は今落ち着いてますね。であれば全力で上杉領を進行していきます。で、今ちょっと足りないんだな。なるほど、包囲を完全にするにはちょっと部隊数が足りないんですね。であればです、ご命令ください。報告いたします。これが1700か。1700、1400、800。うん、強攻めしましょう。力攻めします。迂回させましょう。敵将、そしたら自部隊は大名直轄は騎乗させて兵力を温存します。あとはもう任せとけばいいでしょう。行状を始めましょう。報告いたします。どっかの城に大量に人がいるはずなんだけどな。どこだろう。武将がいっぱいいるのはどこだ。ちょっと見当たらないかな。そしたらですね、最上とすでに、停戦期間が終了してますので同盟を結んでいきます。で、さらに工作も継続ですね。で、軍団を一つ作りましょう。今取ったここあたりを本拠地とする軍団を一個作っていきます。で、ここは結構優秀な武将に軍団長を任せたいんですが、誰にしようかな。
武将の数はいるけどそこまで優秀な武将っていないな。原田総司に任せましょう。まあ毎回決まりきった武将ばっかになってしまいますけど、それだけ人がいないってことですね。上杉攻めを強化していきたいな。出陣するぞ。我が策、戦場を制す。出るぞ。必ずや唐沢山城9300か。これは支えきれそうにないな。上場を始めましょう。唐沢山城に人を出せるかな。どんくらい部隊が整ってるかというとこですけど、まず黒川城から3000、2600か、これを唐沢山城に派遣。さらに正宗2300も唐沢山城に出しましょう。これでなんとか持ちこたえてくれればいいですけどね。今唐沢山城が出艦するとちょっと面倒ですからね。敵将、捕らえました。正真城からも4000か。敵が迫っております。総勢1万を超える部隊になってますね。敵は一方、味方は多く見積もっても6000というところ。ご命令ください。報告いたします。先月の終始です。戦は必死だな。海戦を仕掛けていくにもちょっと兵力差がありすぎて危険だし、ちょっと難しいですね。今武将がねどこにいっぱいいるのかっていうのがちょっとわからないんですけど、ちょっとそれを見ていきましょう。どこに武将がいっぱいいるんだ。どっかに溜まってると思うんですよね、武将が。この辺りはなんか10単位で武将がいるところはなさそう。ただ杉目城に6人いるか。でもそんなもんですよね。いないよな武将ね。唐沢山城の出艦は免れられなそうだな。我が方の城、包囲されました。助立ちします。なんとかこらえてくれればいいんですけどね。さらに唐沢山城の御詰め13500、これは支えきれないな。加勢いたします。貴様など俺の敵ではない。13500か、これは厳しいな。今各方面に部隊差し向けてるからこっちもあんまりいないんだよな。唐沢山城になんとか五詰めの部隊を出したいんですけど、兵が足りないですね。
まさか敵が1万数千で攻めてくると思わなかったな。城が取り囲まれました。出陣します。我が戦お見せしましょう。さらにカラーサイマイジョンに1万戦か。総勢3万から4万ぐらいの部隊になってますね、敵の攻め手が。ただこれを守りきれば、ご命令ください、報告いたします。王城はかなり消耗したことになりますからね。さらにカラサマジョの5600か。すごい数だな、北条は。ただこのカラサマジョは守りきったぞ、なんとか。そしたらせっかく部隊を派遣してきてるんで、これね、せっかくなんで忍城はちょっと手取れないと思うな。どっか取りやすい城があれば取っちゃいましょう。お任せください。承知いたしました。敵はね、北条はかなり兵を今出し尽くした感があるので、お任せください。これ逆にね、チャンスでもありますね、守り切ったので。我が戦お見せしましょう。よし、はて、反伊達連合は解散したな。表情を始めましょう。報告いたします。田村に従属の使者を出して、他はできることはないな。今北条と徳川が結んでるから、これを小十郎に説得して味方になってもらうように徳川の信用を上げましょう。いざ参る。ご命令ください、報告いたします。ここは北条が遊騎城にすごい部隊数を集めてるな。ただこれはすごいチャンスでもある。ここを攻め取ってしまえば、味方が捕獲されました。この戦我らの勝ちだ。逃げられはせぬ。加勢いたします。養生を始めましょう。報告いたします。出陣する。出るぞ。養生を始めましょう。報告いたします。攻め取れないか。痛み分けというところですね、対北条戦線は。
ご命令ください。報告いたします。ちょっと膠着状態と言っていいな。大部隊を出してはいるんですけどね、これはやっぱり上杉戦線に集中した方がいいかもしれないですね。腕が鳴るぜ、出陣するぞ。で、戦場へ参る。出るとするか。これはどこを狙ってるんだ。はあ、これ上杉景勝が沼田城攻めに入ってますね。ということは上杉と北条は手切れになってますね。これで、さらに今北条が沼田城を守っているっていうことは、沼田城、わあ難しいな。今上杉と北条が戦っているんですけど、伊達としては北条を攻めるか上杉を攻めるか。北条を攻めた方が、まあ得策といえば得策なんですよね、勢力がでかい分。北条を攻めるか上杉攻めるか。ただ明らかにこいつら上杉攻めに取り掛かろうとしてるからな。であれば大名直轄がどこを攻めるかというとこですね。政宗、あと黒川城からも兵を出せば上杉領を蹂躙できますね。よし、上杉領を攻めましょう。というところで方針が決まったところで、今回は一旦ここで終了してですね、次回上杉領への大進攻作戦をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまで。